のプロデューサー、聞いてくれていますか？まだ眠ってしまうには早いと思いますけれど、ボトル3本開けたくらいで私を置いていってしまうなんて、もう目ですよ。ならそのままで聞いてくださいね。私、自分が歌えるなんて思ってもいませんでした。それがあんな風にステージに立たせてもらえるようになって、さらに欲が出てきてしまいました。この調子ならもっと別のことにも挑戦していいんじゃないかって。言っておきますけど、私は酔っていませんよ。もし酔っているとしたら、それはお酒ではなくプロデューサーのせいです。勢いで言ってしまいますけれど、お芝居やバラエティ、いろいろとやらせてはもらえないでしょうか。まずはお芝居。アイドルとしていろんな役をこなして、そしていつか。プロデューサー、本当に寝てしまったんですね。夢見てくれていますか？